武藤明12月15日から1948年12月23日は日本の昭和時代の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。日中戦争、対米交渉、フィリピン戦などに従事。一石会メンバー。統制派だったが後に東条秀樹との対立で逆に行動派の山下智之の部下に転じた。 第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判で永久戦犯となり処刑された。学府は陸軍次官、関東軍司令官などを歴任した小野美信大将。熊本県上増樹軍白水村の地主の家に生まれる。最最高中学、熊本陸軍地方養年学校を経て、1913年陸軍士官学校を卒業。富永教授、佐藤幸則。 山内正文、田中新一、山崎安代らが同期。1913年6月、見習い士官として、大分の不評第72連隊府となる。12月、不評勝尉に昇進。1917年陸軍大学校入学。1920年陸軍大学校卒業。富永信政、青木重成、酒井康、氏、中村正夫、酒井直次、西村拓馬。 橋本金五郎らが同期。不評第72連隊に戻る。1921年陸軍士官学校。戦術学部譜となる。1922年3月、当時陸軍士官であった、尾野美信中将の長城以後と結婚。1922年教育総監部譜に移動。8月退位に昇進。1923年10月。 第一次世界大戦の研究を命じられ、ドイツへ行く。1926年1月、武藤の希望により米国視察。同年4月に帰国。帰国後は、教育総幹部府となり、争点、共犯の返産に従事。1928年冬、赤痢を患う。3月に退院するが、その後糖尿病を併発。しばらく休暇を取る。 1928年8月、少佐に昇進。1929年糖尿病がはかばかしくなく、大体長規模を断念。12月、陸軍大学校専攻学生となり、主にクラウゼウィッツと孫子の比較研究を行う。1930年11月、参謀本部第二部欧米化に移動。主にドイツ関係の調査を行う。 1931年8月、参謀本部第1部兵坦班に移動。教育総幹部で培った装填や、共犯の編纂技術を用いて、兵隊公用の改編に従事するとともに、満州事変に伴う補給の業務も担当。1932年3月、参謀本部第2部総合班に移動。8月中佐に昇進。1933年3月、 第2部長、長田鉄山より、中市、南市方面の視察を命じられる。1933年11月、国際連盟脱退に関連した、情報収集のため参謀総長より、欧米視察を命じられ、翌1月東京に帰る。視察の結果を天皇に報告。1934年3月、不評第一連帯府に移動。連帯府中佐として、 教育主任を命じられる。1935年3月、陸軍省軍事課府に移動。武藤の陸軍省勤務の第一歩となる。当時はまだ軍事課と軍務課が分かれていなかったため、両方の業務を合わせたような仕事をしていた。1935年8月12日、上司で軍務局長の長田哲山が殺害される。 1936年2月26日、2.26事件。武藤が以前指導していた、不評第一連隊の青年将校も参加。武藤は反乱した青年将校の思想を否定していたこと、長田鉄山の部下であったことなどから、二次的、末作者名簿に挙げられていたという。2.26事件後の広田高貴の組閣人事に、際しては、軍内部で、 殺身人事を期待して、若手の板垣清志郎を押す動きに対して、武藤は2.26事件の祝軍人事で引退する予定だった参議官の寺内都市一大将を陸将に担ぎ上げ、また、川島陸将の代理として、広田の組閣本部に乗り込み陸軍の意向を伝えるなど、積極的な動きをした。この動きについて、武藤は当時陸軍部内に、 軍内閣を期待する熱が相当あり、その運動を抑圧するためであったと後に改装している。1936年6月、関東軍参謀、第2課長に移動。駐屯地である満州関連の資料整理を行う。8月大佐に昇進。内蒙工作1936年12月内、蒙古の分離独立工作に従事する。 当初は、田中隆吉中佐が対応していたが、田中が神経衰弱にかかってしまったため、武藤が田中に代わり、対応することになったという。武藤たち関東軍が進めていた内蒙工作に対し、石原幹事が中央の統制に服するよう説得に来た際に、石原閣下が満州事変当時にされた行動を見習っていると、得意の毒舌で反論して、同席の若手参謀らも交渉。 石原は絶句したという。1937年3月、参謀本部第一部長、石原幹事の希望で、参謀本部第一部作戦第三課長に移動。当時第三課長は石原が兼務していた。しかし武藤は3月1日の訓示には姿を見せず、2週間以上も、たった16日、東条秀樹と一緒に石原に挨拶をしに行く。 露光橋事件1937年7月7日、露光橋事件発生。事件の場合は、作戦ではないため陸軍省軍務局軍事課がリーダーシップを取る。武藤は軍事課長で積極派の田中真一に同調し、不拡大方針を立てた石原幹事とは反対に、対中国強行政策を主張。田中真一に電話をかけ、うん田中か、面白くなったね。 うん、大変面白い、大いにやらにゃいかん。しっかりやろうと会員に聞こえよがしに大声で話していたという。後に、石原は武藤を免従副拝者と名指しで指摘し、武藤を第三課長でなく第二課長にすべきだったと反省している。後に、武藤は日中戦争が解決しない状況から、やっぱり石原さんの言った通りであったととろしたという。 第二次上海事変1937年8月、第二次上海事変武藤は、上海付近の品軍は、正面から立候補するのは困難だから、広州湾に軍を上陸させて背後から、品軍を一気に撃上するべきと無心。反対意見が多かったが、上司の同意を得られ、この案が採用されたという。1937年10月、広州湾上陸作戦のため中、 シナ方面軍参謀副長として、上海に赴き、11月、上陸作戦を遂行。1937年12月、南京戦。日本軍は南京を攻略。17日南京入場式。その後公衆攻略。1938年助衆占領。武藤は、日本の大使政策は、小解石を相手にすべきだとして、この絵内閣の、 国民政府を対使とせず声明には反対だったという。1938年7月、観光攻略前に、北品方面軍参謀副長に転任、北京に着任、北市の治安維持に従事する。方面軍司令官は、寺内俊一大将、参謀長は、山下智之中将。1938年12月、第一次、この江内閣の発表した、 公安院員の設置について、武藤は突然の発表であり、日本の領土でない品に日本の行政機関が設置されることは違憲であり、軍政は軍司令官の権限であるため統帥権の幹板でもあると批判している。1939年6月、抵抗する共産軍やゲリラに苦慮し、天津英仏疎開周辺を封鎖。武藤は日英交渉に 現地軍の主席として参加。東京交渉仲ばで北京に戻る。1939年3月少々に進み、同9月陸軍省軍務局長となる。1940年第2次、この絵内閣の新体制運動を熱心に支持した。日ソ中立条約は、日独一三国同盟にソ連を加えた数軸により、米国の戦争加入を阻止し、 日市事変を速やかに解決するための基礎として大成功であると心から喜んだ。日ソ中立条約後の松岡外相の台米交渉に大きな期待を寄せていたが、目まぐるしく変わる松岡外相の台米交渉に対する態度や意見を非常に不可解に思っていた。台米交渉中の外務省の仕事ぶりにずさんさを感じて驚くことが多かった。 1941年9月頃、陸軍で最も対米交渉に熱心なため極右の一部から睨まれているとして、憲兵の護衛がつけられた。1941年10月12日に行われた敵外相会談の内容を伝え聞き、豊田外相が、この江首相に、シナの撤兵問題が解決すれば、日米交渉は成立すると言っていたことに対し、 米国の主張する無条件撤兵ではまた紛争が起こるから、その方法についてもっとよく考えるべきで、あまりにいい加減であると思っていた。また、及川海将が、この江首相に、大英米戦争決定は、この江首相に一任すると言っていたことに対し、大英米戦争は、海軍が主役となるから海軍ができないといえば、陸軍もそれに従うしかなく、 それを首相に一任するというのはあまりに無責任であると思っていた。この絵内閣末期に対米関係が極度に悪化。10月16日にこの絵文丸首相は内閣を投げ出し18日に総辞職。同18日に東条内閣が成立する。組閣にあたり天皇より改善を是とする帝国国策遂行要領白紙還元のお定めが発せられ、 東条秀樹首相も、姿勢を対米海戦の回避に改める。1941年10月下旬、中条に昇進。1941年11月1日の大本営政府連絡会議で、統合外省により突如提示された、お通案について、杉山参謀総長と塚田参謀次長は、それは対象療法的なものであり、 日米問題を根本的に解決するものでないとして断固反対したが、無党は二つの案に同意するよう説得し、結局二人も同意した。このことが参謀部長以下の反感を買ったとしている。11月26日に提示された春の音を見て、もう改選に反対する人もおらずことここに至っては、改選するほかないと思った。1942年代党は審議会の幹事となる。 開戦後は戦争の早期終結を主張し、東条や鈴木定一、星野直樹らと対立していた。1942年3月、南方地域を視察する。4月に帰国。1942年4月、リヒャルトゾルゲに兼ねてから、軍務局長の名で全面的な情報提供を命じていたことから、ゾルゲ事件の発覚等により更迭され、この絵師団長として、 スマトラ島の守備にあたる。師団長への転任で初の軍隊指揮官を経験する武藤は、軍務局長の仕事は不愉快なことが多かったので、第一戦に行くことは嬉しかったと回想している。現地軍はもう戦争に勝ったも、同然と信じて、勝利官に酔っていたことに、武藤は驚き、気を引き締め備えを充実させるように指示したことが、現場の東枠を買ったと回想している。 1943年6月、スマトラ同目段で作戦中、同志願はこの絵第二師団に改編される。サイパンパラオが米軍に占領された時、武藤は副官に戦争は負けた。しかし我々のスマトラーは負けぬと語ったと回想している。フィリピン戦1944年10月、第14方面軍司令官に任命された山下智之の希望により、 第14方面軍の参謀長に就任。20日、ルソン島防衛のため、第14方面軍司令部のある、ルソン島マニラ近郊のポートマッキンレイに行く。作戦準備が何もできていないフィリピンに行くことは、死の宣告であると思ったという。すでに米軍が、レーテ島に上陸を始めていたが、武藤はフィリピンが初めてで、レーテ島の位置すら知らず、武藤の前任の参謀。 佐久間良造は病気のため、山下大将は、フィリピン着任後参謀なしで、視察する間もなく米軍の攻撃に対応しており、各参謀も新しく着任した者が多くフィリピンの状況に詳しい者はおらず、作戦準備は予想以上に悪かったという。台湾沖港空戦で海軍による大戦火の誤報を誤報と知らず、霊手島で防衛が可能であると誤認した大本営は、 冷手島防衛の命令を出し、山下、武藤らは、急遽冷手島の防衛に当たることとなる。冷手島の戦いで苦戦していた、中竹富士は、南方軍総参謀長を訪問し、海軍航空軍の決戦が失敗したことを率直に認識し、以後の作戦を考え直さなければならないと進言し、南方総軍や大本営の作戦指導が、動脈硬化症状を呈しており、 それによって多くの生命が無駄に失われつつあると極限したが、受け入れられなかったという。1944年12月、ルソン島作戦計画を命じられる。ルソン島、ブロック山奥のアシン川上流域に司令部を移して、交戦していたところで終戦を迎える。山下に共に切腹することを提案するが、説得され、現地で降伏。1945年9月3日、 バギオで、山下、大川内、有馬と共に幸福文書調印式に臨む。山下らが起訴されたマニラ軍事裁判では、逮捕起訴されないどころか、弁護人補佐として出廷し山下らの弁護に努めた。この裁判の後、極東国際軍事裁判に逮捕起訴されるため日本に戻される。東京裁判で、捕虜虐待の罪により死刑判決を受ける。東京裁判で、 死刑判決を受けた軍人の中で、中将の階級だったのは武藤だけである。武藤の死刑の理由については、検察側の隠し玉的精進として、法廷を驚かせた田中隆吉元陸軍少将の、軍中数で権力を握り、対米海戦を強行したという証言による、ものだという説、また海戦時の登場の腰銀着的存在だったと、見られたからだという説などがある。 当時、東条秀樹は判決後、武藤に巻き添えに合わして気の毒だ。まさか君を死刑にするとは思わなかったと言ったという。また、武藤と田中裕吉は互いに相手に対して嫌悪感を抱いており、田中がジョセフ・キーナン主席検察官への証言が元になったと説明されることが多い。武藤は田中が軍部内の動きを法廷で暴露し、自分を叩く証言をしたことについて、 笹川良一に、私が一万一にも、公主刑になったら、田中の体に取り付いて狂い字にさせてやると語ったという。これと関連があるのか不明だが、田中は、晩年、無党の亡霊が現れると、精神不安定の状態に陥り、何度か自殺未遂を起こしている。百四十八年十二月十三日に、菅もプリズンで公主刑に処された。去年十七。 自生の句は出会った。また次のような詩を書き残している。1978年、安国神社に合祀された。ありがとうございます。